このファンは、ブリュンヒルダがもらった。よし、次はゴールまで。指揮官かすまないが、今挨拶する余裕がない。行ってくる戻ってきたその汗を見るに、そっちも苦戦していたか。とにかく、まずは腕をほどいてくれ。 手が縛られたまま走るだけならまだしも、飛んでパンを加えなければならないとはな。運動会の競技というが、観客の方が面白いかもな。エーギルもこのパン食い競争をやってみるかできないとは言わず、指揮官のためと思って一度試そう。さっき失踪していたのは、 イスズとオフニャどんな狂気だ競争も古くからの狂気だ。もっとも、ここまで変なルールが追加されたものは、なかなか消せないが。ドリンクの差し入れをくれるのは感謝するが、この状態では、口にすることができない。